2月の16日金曜日、時刻は夜10時を回りました。こんばんは。ミュージックボックス3週目担当パーソナリティの西健二です。おとといがバレンタインデーだったんですね。もうなんかこの年になるとそんなに大騒ぎをすることはないんですけれども、まあね、学生の頃とかやっぱりなんかドキドキしたりなんかしましたけどね、まあこの年になるともうなんかねそれで大騒ぎすることはないんですけど、でもやっぱりなんかこう僕もなんかそんなに甘いものが好きなわけではないんですけれども、まあ一緒にいる香織さんがとっても甘いもの好きなんで、やっぱりなんかイベントになりますね。今年はですね、浪江町に移住してから結構そのケーキ屋さんとかね探してて、でこの辺りにはね結構あるんですよ、美味しいケーキ屋さんとかお菓子屋さん。やっぱりね、南相馬市っていう隣の、市には小高ってとこには菓子工房渡辺っていう、これね素敵なのが菓子工房の市っていうのが子供じゃなくて歌、市ね、市、その市読む市ね、菓子工房渡辺っていうね、なんかちょっと洒落た感じの、ここもねすごく美味しいんですよね。そこには時々行ってなんかちょっといろんな甘いものを買い込んできたりとかするんですけれども、今年は、奈良派っていうねちょっといわきの方、富岡とかそっちの方に、寄って行ったところの同じ浜通りのね、そこにあるおかしなお菓子屋リーベっていうね名前が何でしょうね、みんな一癖二癖もあるような、そのリーベっていうところのねケーキ屋さんがねすごい美味しくって、で 見栄えもすごくいいんですよ。すごい丁寧な細工がしてあってね、これはプレゼントにもだからね、贈り物とかにもすごくいいんですよね。それで、すごくね甘さが本当に甘くって、甘さが甘くって僕の好きな甘さなんですよね。だからそういうのが僕特になん、まあ、そんなに甘いものコアに好きってわけではないんですけど、やっぱ甘いもの食べたい時って甘いもの食べたいじゃないですか。僕がちょっと嫌だなと思うのはなんかこう甘さ控えめにした大人のチョコレートみたいな、なんかそういうのが、ね、僕全然意味が分かんないです。甘いものが食べたくてチョコを買うのに、なんでよ勝手に控えてんだよっていう感じしませんか。なんか辛さを控えたキムチですって、いやいやいや辛いものが食べたいんだこっちは、何控えてんだよ勝手に、無断で控えてんじゃねえよってこう思うんですよ。でなんかすごい多いでしょ甘さ控えめ、なんでしょうね、やっぱ健康のこととかそういうこと考えてなんでしょうかね、甘さ控えめのが甘さ控えめがおしゃれみたいな感じあるでしょ。そんな風潮クソくらいですよ、そんなもの甘いもの食べたから甘いもの買ってんだよ、ケーキ買いに来たんだよっていう、本当に店頭で絡んでやろうかと思うぐらいの、僕は甘いものが食べたい時は甘いものが食べたい。そういう意味ではねリーベの甘さはねすごくいいんですよ、本当にケーキらしい甘さでね。なんか僕一時期そういうなんか生なんとかっていうのも流行ったじゃないですか、何ですか生キャラメルあたりから、なんかあれは僕あれもね僕はずっとなんかいやいや作りかけやないかいっていう気がしてしょうがないんですよね。できるまだできる前のやつ入ってくれたような感じがして、いや完成させろやってすごい思うんですよ。なんかその完成前のやつを生っつって売るような風潮もなんかね僕はちょっとイラッとしてたんです、ずっと。最近もそういうの多いですけどね、今年はそんなわけでそこの、おかしなお菓子屋さんリーベっていうところで美味しいケーキとかね何種類かその方お菓子なんかも買って、堪能いたしました。甘いバレンタインを過ごさせていただきました。ありがとうございました。皆さんいかがでしたか。
毎週金曜の夜10時 FM ホット839から地元ゆかりのミュージシャンが週替わりで音楽とトークをお届けするミュージックボックス、第1072回目の放送となります。今週お送りするのは私、第3週目担当パーソナリティの西健二です。58歳になりました、まだデビュー、もうすぐもうデビュー1年を迎えた新人でございます。流れていますのは、僕のファーストアルバム大丈夫僕らには音楽があるという中からオープニングテーマ曲セイルアウェイです。今夜も1時間よろしくお願いします。お送りします3週目のミュージックボックスでございますけれども、3週目といえば MV1 グランプリというのをやっております。もう大喜利コーナーですね。えらいもんでですね、音楽番組で大喜利をや始めた時にはなんか随分と、いやいや何やってんだよっていう声があったんですけども、こんだけ続けてるともう1年ぐらいになるんですかね。続けてるともうみんな慣れてくれるんですね。誰も何も言わなくなりましたね。本当に人の慣れというのは恐ろしいものでございますよね。今週もというわけでたくさん回答いただいております。今週のお題はミュージックボックスパーソナリティの条件とはです。まあなんかこれをね、いろいろ面白おかしく条件をつけたら面白いんじゃないかという程度のものでございます。割と誰でも書きやすいネタなんじゃないですかね、今回はね。ということで今回はまあまあいつもよりはちょっと多めの、投稿をいただいております。ありがたいですね。どんどんご紹介していこうと思います。この放送収録の放送でございますんでね、今送っていただいてもご紹介できないんですけども、また番組の最後、それからコーナーの最後には来週のお題などでも発表しますので、ぜひそちらに送っていただけるとありがたいです。ちなみに投稿の宛先は、musicboxfmhot@gmail.com musicboxfmhot@gmail.com こちらまでお願いします。そしてこの番組ですね、ツイッターハッシュタグ、ミュージック VOX ミュージックボックスで、リアルタイムで僕もこの番組を聞きながら、だいぶフォロワーの皆さんには迷惑をかけていますけど、もう鬼のように投稿するということでね、ぜひ皆さんこの時間だけちょっと我慢していただければと思います。こちらの方で番組聞きながらリアルタイムでいろいろ書き込んでおりますので、ぜひそちらにも参加していただいてリアルタイムで番組を盛り上げていただければと思います。今週も最後までよろしくお願いします。私西健二が選んだ今月の一曲、ずっとね僕のアルバム、大丈夫僕らには音楽があるから紹介してきました。今月ご紹介するのは卒業という曲です。
災の後幼くして残されたこの兄弟っていうのは兄と弟の話だったんですけどもね、兄と妹に変えて歌にしました。なんかでもそのいうのでね、あの前向きに乗り越えていく二人の、幼かった二人が大人になっていく様を、時とともにね、復興とともに描けたらなと思って書いた曲です。お送りした曲、西健二で卒業。今週も大喜利コーナー、ミュージックボックス1グランプリ、略して MV1 グランプリ、行ってみたいと思います。今週のお題はミュージックボックスパーソナリティの条件とは、割と入門編というか、簡単な、割と送りやすいお題だと思うんですけどもね、どうだったでしょうか皆さん。たくさん送っていただきましてありがとうございます。まあ、軽い例題としては、体重が西健二より少ないとかね西健二以下であるとか、あとはあれですね、割り算ができる、こういう例題でしたけど、参考になったんでしょうかね、果たしてね。まあ割と自由に考えていただける内容だと思います。いつものね、ハリハリ仮面ライダーさんもいつもながら本当に毎週ありがとうございますと送っていただいて、ご紹介していきましょう。ミュージックボックスパーソナリティの条件とは、ペッパー警部を踊りながら歌える。世代ですね、多分僕と同世代ぐらいの、女の子は大体できるでしょうね。よくでも本当に小学校で、みんな踊ってましたよ、休み時間とかにねよく覚えましたよね、本当にね。覚えやすい振りでも、踊りたくなる振りでもあったんでしょうね、きっとね。そして、ミュージックボックスパーソナリティの条件とは、ベルサイユのバラ単行本を前回読んだことがあるこれも確かに世代ですよ。でも世代とか趣味とかって大事ですよね。なんかもうその共通言語というかね、それを超えてきた人はこうなんか言わなくても伝わるみたいなところありますよね、きっとね。まあでも今この条件に当てはまるっつったら、まあなかなかの世代、多分イソッチも香織さんもできないでしょうからね。種岡にちょっとペッパーケーブル踊ってとは言えないしね踊られても嫌よね。ベルサイユのバラとかね、誰か読んでるかな。でもこういうね、世代確かに大事ですよ。でもそうすると狭まっちゃうかだいぶね。もう一つ、ミュージックボックスパーソナリティの条件とは、帝国ホテルに泊まったことがある。僕はないですね帝国ホテルで勤めていてパティシエさんの、お菓子屋さん、ケーキ屋さんにはよく行ってましたけどね、ハリハリ仮面ライダーさん、ありがとうございました。続いてはアークさんね。アークさんいつも本当に、多分 MVP 獲得回数ナンバーワンかもしれないですよね。今週もありがとうございます。ミュージックボックスパーソナリティの条件とは、音楽の歴史についての最低限の知識も必要であるため、ビートルズとズートルビーの違いをちゃんと説明できる説明できないと困りますよこれ。違いわかりますか。いや、わかんないですね言われたら、これはちょっとね、音楽番組はできないですよね。山田隆夫さんが抜けた後のメンバーわかりますかつって、池田義彦さんですけど分かりますかとか、こういうね他のメンバー全部言えますか江藤博俊さんね、今村芳樹さん、そして俳優になって、なんだっけ、大好き五つ子のお父さん役やって
新井康弘さんとかねそのぐらいのことは言えないとやっぱりね、ミュージックボックスのパーソナリティは任せられないかな。ミュージックボックスパーソナリティの条件とは、音楽を紹介することが多いためミュージシャンの略称についてサザンオールスターズのことをオールスターズって言ったり、ドリームスカムトゥルーのことをムズトゥルって言ったりミスターチルドレのことをタードレなどと間違えて言わないこと、言わないって言いづらいし、かえって略してんのに。でも略し方がね、だいたい4文字になるじゃないですか。ミスターチルドレ、ミスチル、チャゲ&アスカ、チャゲアスみたいな、それに必ずしもハマらないの多いですよね。サザンオールスターズのサザンですもんね。サザンオールではないですもんね、僕呼びにくいか、かえって。でそういうのありますよね、確かにね。ドリカム、ミスチル、なんかね、こういう訳し方ってこう多分なんかある程度ある、やっぱりセンスが必要なんですよね、呼びやすさとかね。アークさんありがとうございました。今週も面白いネタ本当にありがとうございます。さあ、そして相模レッドコイさんありがとうございます。このレッドコイさんも毎週ねありがとうございます。ミュージックボックスパーソナリティの条件とは、西夫人を除き、なんで覗いちゃうのよ、4週目に一番長くやってるのに。1、太っているそしたら西夫人以外太ってるみたいじゃないのですか。太ってるの俺だけですよ考えてみたら、そういえば。2、自分が一番歌が上手いと思っている歌上手い人は確かにねもちろん多いんですけど、自分のこと上手いと思っている人は、一番上手いと思っている人はね、一人もいないと思いますよ。まあ世の中上手い人がねまた多いですから。3、リアルタイムの投稿メッセージがなくともいかにもどっさり風に喋れる大事よね、大事大事。聞いてる人に、あ、全然メール来てねえんだなって思われたらね、引いちゃうもんね。どれでしょうかな、これ紙の音なんかさせたいなんか、どうしようかな。これはこれはこれはどうするか、よし、これにしよう。じゃあこちらはい、ご紹介しましょうみたいなぐらいのテクニックは使えないといけないんですよね、きっとね。それハードル高いな。もう一個、ミュージックボックスパーソナリティの条件とは、レイナを歌いこなすシンガーとしての実力を有する、すなわち神頼み。これちゃんと神頼みか髪の毛の髪の毛髪頼みになるけど、もう意味は分かんないですけどね、まあ別にレイナもそんな難しい歌ではないので、多分みんな歌えるとは思いますけどもねそして相模レッドコイさん、早く安穏な能登半島よ来いというメッセージ、はい、ね、本当です ね、時間経つの早くてもう1ヶ月以上経ってますけどね、やっぱり復興って大変ですよね、どこも同じではないしね、環境がね、状況がね、本当にでもいろんなボランティアの人とかね、いろんな人が尽力してますから、本当に一日も早く皆さんの心にまた笑顔が、復興ができますようにね、祈っております。安穏って読むんですね、より読み仮名振ってくれました、ありがとうございます。安らかな陰徳の、陰徳じゃない、陰格、それですね、それは安穏と読むんですね、ありがとうございます。相模レッドコイさんですか、そう、先月だね、この番組内で曲をご紹介したかなりりおさん、シンガーソングライターのからもいただきました。ミュージックボックスパーソナリティの条件とは、大喜利で滑った答えのフォローがめちゃくちゃうまい。これは番組を聞いてくれてなんですかねまあ大喜利やってるのが3週目だけなんで他の週やってないんでね
フォローというかね、送ってもらったやつ基本的には面白いんですよね。だけどそれをどう面白くできるかとか、滑ってるとしたら、それは紹介する側の、方に責任があるような気がしますよね。だからありがたいことで、このなんて言うんでしょうね、ラジオでやっぱり投稿で、割とボツになりがちなものっていうのは、なんだろう、自分の言いたいことだけをこう詰め込んで、あんまりこうコミュニケーションが取れない、パーソナリティの人もそうだけど、聞いてる人とコミュニケーションがなかなかうまく取れないようなメッセージだと、やっぱり紹介しにくいっていうことはあると思うんですけど、皆さんちゃんと番組を盛り上げようと思って送ってくれてるのが本当にありがたいなと思ってね。音楽番組なんですから、別にそんなことを考えずにいい音楽を聴いて楽しめればいいはずなんですけれども、ありがたいですね、皆さん本当にね、面白いことを、なんか番組を盛り上げようとしてくれるその気持ちがね、本当に嬉しく思っております。かなりりょうさんもね、また曲ご紹介しようと思います。3月10日の、浪江町で行われる新町にぎわいマーケット、こちらでもライブやってくれますんでね、ぜひ生で一度聴、いてほしいので、ぜひお聴きの皆さんも、近くの方、遠くの方いらっしゃると思いますけど、ぜひ3月10日浪江町に遊びに来てください。かなり予算ありがとうございました。よろしくお願いします、またね。そしてジャカさん、ありがとうございます。久しぶりですよね、ありがとうございます。西さんこんばんは、ご無沙汰しております。いかがお過ごしですか。私は昨年末から仕事が忙しくて出かける余裕もない状態ですが、そんな中でも時間をやりくりしながら楽しみを見つけています。偉いね、俺もこういうのが一番偉いと思うわ。忙しくて、もう忙しくて、疲れちゃってるからもう家から全然出てないなっていうんじゃなくて、こうやりくりしてね、なんとか自分の好きなところに行ったりとか、そういう行動力っていうのはね、偉いなと思いますよ。なるべくアクティブにね過ごしていきたいもんです。ジャカさんありがとうございます。そんな忙しい中、投稿久しぶりにくれました。ミュージックボックスパーソナリティの条件とは、西さんにとんかつの端を毎回提供する分かってるね。そうなんですよ、とんかつもん、とんかつの、どこが好き問題っていうのはね、とんかつの真ん中が大きいから真ん中がメインなんだろうって思ったら大間違いです。僕らはもう、僕らはって僕らデブは中心、デブを中心に言わせていただければ、端っこがメインディッシュです。これあれですよ、さすがだなと思ったのは、やっぱりサンドイッチマンの伊達さんもそうおっしゃってました、ね。とんかつやっぱ端っこがうまいよねっつって出たこの人もデブだ嬉しいもんですよね、ああいうのを見かけると。さすがですね、澤さん。ミュージックボックスパーソナリティの条件とは、にゃんこ祭りをいつでもどこでもやること。もう突然現れる奇祭、にゃんこ祭りですからね。いつ始まるか、どんな状況でも始まるわけですから。にゃんこ祭り最近見てないな。桐畑徹さんね、最近YouTube のチャンネルがあったんでね、応援してたんですけど、最近はちょっとあんまり更新されてなくてね、残念なんですけど、頑張ってほしいですよね。蛍源氏ってやってるのかなね。最近の近況をまたちょっと調べてみようと思います。ミュージックボックスパーソナリティの条件とは、焼肉定食をおごる。焼肉食わしときゃとりあえずねとりあえず何でも言うこと聞きますからそりゃそうですよ。この間一人焼肉初めて浪江に移住して行きましてね、今までだからテーブル席しか行ったことなかったお店だったんですけど、カウンター席があったんですよ。全然知らなかったんですけど、もうなんかあんな素敵な席ないですね。あれみんな新幹線とかもう全部はあれの席があればいいのに臭
痛くてたまらんっちゅうけど、あれで旅行とかできたらね、楽しいのに。おすすめですよ皆さん、あの一人焼肉カウンター席、一人用のカウンター席、いやー堪能しました。確かにこれ、あのこれを奢ってもらったら僕はもう何でも、もう何でもいいんです、さらに追加で特別にチェロキーを提供すると5週目のレギュラー券ももらえますあげますあげますね、えチェロキー、ジープチェロキー、僕そうですね、僕が乗ってた車で一番好きな車かな、スタリオンっていう三菱の車もすごい好きでしたけど、チェロキーは好きでしたね。またなんか機会があれば乗りたいなと思いますけどね。ザクさんありがとうございます。そして最後はやはり常磐特快くんですかね、今週もいただきましてありがとうございます。西さん、リスナーの皆さん、2月に入って急に暖かくなってきましたね。本当ですね、冬らしい寒さを実感したこともありましたが、どんどん暖かくなる現在に心躍らせています。だからね、やっぱり暖かくなるとね、ちょっと気持ちも上がってきますよね。同時に暖かくなると鬱陶しくなるのが花粉症ですね。本当ですね、僕は花粉症で頭がぼーっとしてしまうので、なんで西さんは太っているんだろうとか、なんで西さんの髪は復活したんだろうなど、どうでもいいことを考える暇がなくなる時でもなります。どういうことよ何を言ってんの、どうでもいいってなんだよ。それは同時に新年度を迎えるにあたっての忙しさ、忙しいのね結局ね。来月の今頃はおそらくくしゃみをしながら楽しんでいることでしょうね。えもうだいぶ花粉も来てますよね。人によるのかもしれないですけどもね。ということで質問です。なんで西さんの髪は復活したんですか、教えてください。僕の髪、一時期ね本当になんていうの、脱毛症がちょこっとできてきたなと思うとそれが増えてくるんですよね。だからそういう時はもうすぐ剃っちゃうんです。それで坊主にして、でなんかしばらくしてあれ、そのあたりにちょっと毛が生えてるような気がするなと思って、そうするとちょっともうまた伸ばしてみたりとか、それ繰り返してますね。多分浪江に来てから割とそういうストレスがないのか、全然髪がハゲができることないですね、あんまりね。まあやっぱり体調もあるだろうし、まあ太ってんのが大きな原因かもしれないけど、精神的なストレスがないのもいいのかもしれないですね。真面目に答えてどうするのかね。ミュージックボックスパーソナリティの条件とは、シズラーのサラダバーで野菜を取らない取った方がいいよ。野菜も結構充実してるから。ただ他にね、サラダバーって言ってる割にカレーもあるしね、タコスも好きなだけ作れるしね、パスタもあるし、もうほんと何でもあるからね、サラダバーっていうにはね。確かに野菜取ってる場合じゃないかもしれない。ミュージックボックスパーソナリティの条件とは、天下一品でとてもじゃないがあっさりなど頼まない天一のね、確かに僕にとっても天一のあっさりって意味が分かんないですねいや天一ったらこってり食うでしょうよっていう、っていうかこってりを食いに行くのが天一でしょうよみたいなとこありますからね。まあだけど天一になんで行きやすいかって言ったら、そういうこってりが苦手な女性ともう一緒に行けるっていう、あと家族で行くにも結構定食とかねあるから行きやすいんですよね。結構そういうこってりだけのラーメン屋さんっていうの多いじゃないですか。そういうところだとやっぱりね女性を連れて、あんまりこってりが得意じゃない女性も多いじゃないですか。そう人連れて行きづらいね。家族連れでやっぱ定食があるのは行きやすいっていうところだと思いますよね。
なんでだろう常磐特会くんがせっかくふざけてくれてるのになんで俺が真面目に答えてんの、そしてミュージックボックスパーソナリティの条件とは人間まあ人間で生きていれば確かにいいですよ、もうそれでいいですっていうぐらいの感じですかね、ということで今週はねいつもちょっと多めにいただきました、ありがとうございました。今週難しいね、こうやってモッピーを広げるといろんなパターンの面白いのやっぱりね皆さん送ってきてくださってありがとうございます。うわどうしようかな、 MV1 グランプリ今週ちょっと難しいな、スートルビもないしな、あの天一のあっさりもシズラのサラダバーも面白いしな、どうしようかな、じゃあ今週はあやっぱりあれだね、ザカさん、西さんにとんかつの端を毎回提供するとんかつの端はやっぱり大事よね、ということで今週の MV1 グランプリザカさんからいただきました、ミュージックボックスパーソナリティの条件とは西さんにとんかつの端を毎回提供する、こちら MV1 グランプリとさせていただきます、おめでとうございます。さて来週の、ね、投稿テーマ大喜利テーマですけれども、今週はそうね、来週はミュージックボックスというこの番組名に一言加えて人気をアップさせてください、番組名に一言加えて人気アップ、これでいきましょう、あのミュージックボックスの前でも後でもいいです、何か加えてください、聞くと痩せるミュージックボックスこれ増えそうじゃないですか、なんか、ま、そんな本気にするバカいないと思いますけど、まあ、訴えられたら負けるしね、こんなの、なんでしょうね、ミュージックボックスで人生が変わりました、まあ、要するにだからあのいろんな漫画とか雑誌の一番後ろのページのところによく載ってるやつです、恋人ができましたとかね、そういうあと何でしょうね、全米が泣いたミュージックボックス泣くわけはないんですけど、そんなような何か一言ミュージックボックスに加えて、ぜひリスナーを増やしていきたい、人気を上げていただきたい、その一言考えていただきたいと思います。また来月3月の3週目のね、水曜日の夜までに送っていただければ、またその水曜日の、19時ぐらいには必ずあの配信を今生配信やっておりますんでね、YouTube チャンネル、 YouTube ライブとかツイキャスの方でそんなライブもやってますんで、ぜひそちらの方もチェックしていただいて投稿を送っていただければと思います。メールの宛先は musicboxfmhot@gmail.com musicboxfmhot@gmail.com musicvox ですからね、気をつけて送っていただきたいと思います。ということで MV1 グランプリお送りしました。今週のミュージックボックスではですね、この浪江町で出会った曲、そしてアーティスト、ご紹介していきたいなと思っております。さとこ&さとみ、いくとはなみ、始めよう、たった一つのときめく街並みへ生まれ変わる、広い海の向こう
送りした曲はさとこ&さとみでいくろはなみでした。FM ホット839から毎週金曜10時お送りしておりますなミュージックボックス、3週目の今週は私西健二がお送りしています。今お送りした曲は幾度波波っていうね曲、さとこ&さとみ、この曲はあれなんですよ、浪江町にあの CD ショップとかないですから、あのイオンに入るとスーパーのイオンに入ると入ってすぐのところのカゴで売ってるんですよ。びっくりしましたね。あ、こういうところで CD 売ってんだと思ってね。とってもいい曲でね、元気のあるいい曲で、浪江町のいろんな場所も出てきたりするんですけども、時々ねお祭りのとかそういうイベントのステージも多いので、そこでも結構聞くことが多いです。とってもいい歌なんでね、ぜひ覚えて皆さんもぜひ浪江町で聞いていただきたいなと思います。とってもね、浪江町役場の人とかが歌ってるんですよ。すごい可愛らしい女性の、びっくりしたんですよね、本当にね。そんなのでなんかいい曲に出会うことも多いんですけど、ここであと浪江初女子組合っていうね、アイドルの皆さんの曲をご紹介したこともありますけど、今はもういろんなライブハウスがアイドルイベントとか全然やってますけど、昔はねあんまりなかったんですよ。ライブハウスってやっぱりちょっとイメージも違ったんですよね。でね、その四ツ谷で僕が初めてライブハウスを任された時にアイドルイベントをちょっと始めたんですよね。で最初ね本当に大変だったんです。まあ、アイドルイベントって言っても何て言うんでしょうね、当時プレアイドルって言われてた、今地下アイドルとかね言われてますけど、地下アイドルってほどコアではないけれども、これからアイドルとして出ていくっていうような、何て言ったらいいんだろうな、割とその小さな事務所とかがそういうアイドルとかを推していくようなことが増えてきて、そういうところには多分ライブハウスぐらいのサイズ の, イベントが多分ちょうど良かったんですよね。結構そういうイベントやり始めたんですけど、結構ね最初大変だったんですよ本当にね。普段はそういうなんかちょっとしたホールとか、それからなんとなくカラオケボックスの大きいところでやったりとか、そういうのが元だったんですよね。そういうのが多かったんですよね。で僕はその時PA 照明なんかもちょっと手伝ったりしながら、メインではなかったんですけど、そんなことをしながらやってたんで、そのアイドルの子たち、まあ楽器とか使わないから音響的には楽かなと思って、僕でもできるかなと思って PA をやったんですけどもね、すごいですよ。その女の子がやってきて、じゃあリハやります、順番に逆順でリハやってきます、じゃあ何々さんお願いしますって言うと、はいよろしくお願いしますってこうステージにその子が出てきてリハーサルやるんですけど、もうねまずねその場で、どうしようかな、今日は残酷な天使のテーゼってありますかって言われて、んありますかっていうのはどういうことなのかなえ僕が持ってますかっていうことですかねって、はい残酷な天使のテージお願いしますって言われて、いやお願いしますって言われても、うちにはそういう CD とかはまあ、あるかもしれないけどOK とかはないのでって、そうなんですかって言ってそういう事件だったんですよ本当に。それでマネージャーさんが慌てて蔦屋にそのオケがないか仮に買いに行く、帰りに行く、なんか走って、それで CD をゲットしてカラオケを持ってきて、それでこれをかけ、すいませんこれをかけてもらえますかって、あ分かりました、じゃあこれ
かけますね。じゃあ一回かけて歌ってみてもらえますか、モニターの感じとかちょっと見てくださいって言って、お願いしますって言われて曲をかけると歌い始めて、すいませんすいません、あの2つ下げてもらえますかって言われて、いや下げるとかないんですよって言ってね、そんな感じだったんですよ本当に。もうやってる子は分かんないですからね、あのライブハウスっていうのがどうなってんのか。いつも通り歌い始めて気合わねえなと思ったら下げてくれもらえればいいやっていうね、当たり前の感覚ですからね。そんな苦労をしたことをちょっと思い出したりしますよね、アイドルイベント見てると。お送りする曲は浪江女子初組合でつながる運命。浪江町のイベントではね、こうやって今花火の音聞こえてますけど、ライブと一緒にこの花火が見られたりするんですよ。お送りした曲は、浪江初女子組合でつながる運命でした。お送りしてまいりました、2月3週目のミュージックボックス、やっぱり曲がね、もう1曲かけるつもりで言ったんですけど、来週に持ち越したいと思います。ちょっとなるべくこの浪江町で出会ったアーティスト、それから浪江町で出会った曲、浪江町にゆかりのある曲なんかをね、どんどんかけていきたいなと思ってるので、そちらの方もぜひお楽しみに。ということで、来週のミュージックボックスは古谷香織さんの担当ですけれども、投稿テーマ、あなたの好きな季節はということだそうです。好きな季節ね、結構違うでしょうね。僕やっぱり秋ですかね。暑いのはもうデブにとっては敵ですけれども、結構乾燥した時期も僕は花粉症だし、あと静電気が嫌いなんで、とにかく嫌なんで乾燥した時期とかは嫌ですね。でそうすると秋ぐらいしかないんですよね。皆さんもぜひ、そうですね、季節結構好きな季節でいろいろ人によって分かれるかもしれませんね。ぜひあなたの好きな季節、来週の水曜日またね、19時頃、YouTube ライブ、そしてツイキャスの方で古谷香織と西健治で浪江町からというタイトルで配信をしております。そちらの方でも募集しますけれども、水曜日にだいたい収録しますんで、水曜日の夜を目指して、そのあたりを締め切りとして送っていただければと思います。また西は来月の3週目に登場いたします。来月こそはちょっとね、もうちょっと曲をしっかりかけられるように頑張りますよ。そして来月のミュージックボックスの、MV1 グランプリ大喜利コーナー、こちらの方は、一言、番組名に一言加えて人気アップ。番組名に一言加えてみてください。一言加えてぜひ送っていただければと思います。今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。だいぶね、乾燥してきました。本当に寒暖差が激しいですね。暑かったり寒かったり、急激なこの温度とかの、ね、上下は体に決して良くはないので、皆さん体調管理と十分お気をつけてお過ごしください。それではミュージックボックス、また来週です。さようなら。
笑